ジャパノラマはイギリス BBC のテレビ番組。日本をテーマにしたドキュメンタリー番組で2002年、2006年、および2007年の3期に分けて放映された。司会はジョナサン・ロス。ジャパノラマはジョナサン・ロスが紹介役を務めるドキュメンタリーシリーズ。現代日本の大衆文化やトレンドを様々な面から探る。シリーズの各回にはテーマがあり、ジョナサン・ロスが そのテーマに沿って日本の様々なメモを示す文化的現象、映画、音楽、アートを紹介する。このシリーズでは素材が独創的に使用され映像上の動きを目立たなくするよりも強調する効果がある明るい色彩が使われておりカラフルである。トピックの合間にはアイキャッチが挿入されしばしば水野淳子の作品が用いられている。ジョナサン・ロスは 非常に明るい色合いのアニメキャラクターからこっそり着用したかのような様式化したスーツに身を包み各界の司会を務める各トピックの調査は時間をかけ徹底的に行われたまた押井守宮崎駿北野武三池隆村上隆千葉慎一といった様々な文化や産業の機種に対する ジョナサン・ドスによるインタビューが実現している。番組のテーマソングは、氷川清の、清のズンドコフシである。ジャパノラマは3期によりなり、1期あたり6回で構成されている。第1期は2002年に BBC チョイスで放映され、第2期と第3期は、それぞれ2006年と2007年に BBC3 で放映された。なお、映画等の各作品のッコ内には、 参考として A 代と制作年をお記す。ありがとうございます。